こんにちは、親父の家のジジイです。今日はこの YouTube のファミリーであるウリエルさんが1000人登録者を達成したということで、メルカリでこの福袋のようなものを販売しておりました。それを開封していきたいと思います。まずはこれ、色紙じゃないですか。色紙が入っていました。お、銀色で銀カリと書いてあります。ここにウリエルさんのサインが入っています。銀カリ、これどっかに飾っておきたいと思います。私がこのような色紙を書くとしたら、なんという字を書くだろうと考えました。なんだろうな、ボケないですかね。ボケない。こうして YouTube 活動をやっているのは、撮影したり編集したりしてかなり頭を使います。これがボケ防止の一助になっているのではないでしょうか。ボケない、うん。あと書くとしたら健康ですね。あと何年健康で動けるのか分かりません。健康、これ今ひしひしと感じています。健康で動いたい。そしてこの同じ銀カリと書かれていた袋、こちらを開けてみます。いや、ウリエルさんとは今年ですよね、今年知り合いになりました。でウリエルさんのオマージュ動画を作ったりとか、いろいろ交流させていただきました。では開けてみます。あ、また袋に入っております。で、ウリエルさんって結構こんなものを持ってますよね。それを動画にされると、私も欲しくて欲しくてたまらなくなります。よいしょ、いっぱいあります。まず一つ目がこれです。ちょっと開けてみますね。これですね、銀、笹吹銀というやつですね。これ私見るの初めてです。こんなになってるんですね。ウレルさんはこういうものを溶かしたり加工したりして作品を作っています。これは私にはとても真似ができない一面ですね。笹吹銀、初めて見ました。ありがとうございます。で、続いてこれですか。これ辰の落とし子のコインの
キーホルダーです。来年2024年は辰年です。これ財布かカバンにつけておけばお金がザックザック入るような気がします。ありがとうございます。そして次、一銭のこれが青銅貨ですね。そして次がこれ、これはあれですね、象眼のネクタイピンですね。そしてこちらが同じくカフスボタンですね。私も生まれてからこのカフスボタンっていうのをしたのは多分息子たちの結婚式の時に着た貸衣装、それ以外にはないと思います。一生に3回しかつけたことがないです。さあこれも大事に取っておきます。そして次がこれ、水晶、ね、こうやって手をかざすと来年の私の老いた姿が浮かんでくるように見えます。縁起物ですね。これアメジスト、隠された能力を引き出すアメジスト、隠された能力、私にはまだ隠されたものがあるでしょうか。これを見ながらまた来年その能力を探って引き出してもらいたいです。そしてこれ、これがローズウォークというやつですかね。愛と癒しのパワーストーン、これを持っていると癒される、いいですね。私も寝る前これをギュッと握りしめて癒されたいです。ということで今日は銀カリハンターウレルさんの福袋を開封させていただきました。2023年、私にとってとても良かったことは YouTube という媒体を通してウリエルさんたちと知り合えたことです。今年はいろんなことがありました。私が精神的に落ち込んでいる時にこの皆さんの YouTube を見てどれだけ
助けられたか、そしてコメントを読んでどれだけ救われたか、本当に感謝いっぱいの1年間でした。ウリエルさんありがとうございます。1000は通過点ですので、2000、3000、1万、100万と頑張ってください。100万に登録なったらば一緒にアメリカに銀カリハンターに行きましょう。それではありがとうございました。